じゃじゃん、トゥービージェスチャー、イエーイ、イエーイ。はい、ジェスチャーなのでもちろん言葉を喋ったり擬音を使ったりしてはいけません。はい、残りのメンバーで話し合ってお題を予想します。見事お題を当てることができるとチャレンジクリア、1ポイント獲得となります。そしてですね、今回は時間内に4ポイント以上獲得するとご褒美がございます。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーリアワカナ、ハッピーバースデートゥーユー。ということで皆さん、4月13日その日は大久保岡田の誕生日です。誕生日、イエーイ。覚えててくださったんですか。もちろんですよ。早いんですけれども、うん、今回のですねご褒美は若菜のバースデーケーキでございます。今回のご褒美はですよ、まあ、とりあえずまだゲットできるかわからないですけど、あのハンディカメラ、これハンディカメラありますので、見せてあげて、ま、とりあえず物だけ持って、うん、はい、ほら、ね、かわいい、クマちゃんって書いてある、クマちゃんって書いてあります。いいですね、よいしょ。ケーキはこんな感じ、すごいよね、いいですね、はい、色もね、しきちゃんカラーで、ね、これご本でないですか。とりあえず募集です。なんでメッセージもね、たくさん届いているみたいなのでご紹介したいと思います。はい、はい、お名前ひなたさんからいただきました。お、ありがとうございます。ありがとうございます。4月13日はくまちゃんのお誕生日、はい、リエラに入っての初めてのお誕生日ということで、ぜひここにいるみんなでお祝いしたいですといただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。改めて大久保若菜に大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。すいません、もうありがとうございます。おめでとう、おめでとう、ありがとうございます。まあ、ありがとうございます、おめでとう。はい、はい、ということでケーキは下げます。はい、任せてください。お母さん、なーに、今からのジェスチャーゲームで頑張れば、はい、頑張ればゲットできるから頑張ろう ね, 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 ねどういうこと。じゃあ下げてきます。だってみんな無条件にケーキもらってたじゃん。頑張るよ。なんで私だけこう多いなの。頑張ろうね、頑張ろう、頑張ろう、よかった、うんうん、よかった、ありがとうございます。本当にありがとうございます。頑張ろう、ジェスチャーゲームね、お誕生日、いや、若菜のためにもうちら3人はゲットする使命があるから。そうだよ、そうだ、ゲットしないと怖いよ。若菜のためにもが頑張るから、そんな来ないで、本当だよ、頑張るから。間違えたりとかしたら笑顔、笑顔、そんなまさか、笑顔、そんなまさか、はい、そして誕生日ケーキも無事、はい、ありがとうございます、ゲットしました、ゲットできます、よかった、よかった、本当に私たちまだまだ仲良くできそうだね。待って待って、ケーキだけの絆なのか、私ケーキで絡み